私も悩むんですけど、でも悩んだ分次の稽古の時にはこう見返すじゃないけど、できるようになりたいって私は思ってるので。そうですよね、友達からも暗いって言われてもね。そうだね、そこは自分だよ、言えばいいんですよ。なんか人と合わせるのも大事だけど、自分の感情も大事だし。そうですよ、深く考えすぎるとそれが顔に出ちゃうので、考えすぎずありのままの自分で。何ページぐらいがいいんでしょうか。ください。そうですよ。私だってあれですよ。悩んだ時はブログにバーって書いて、で次の日もすっきりしちゃう。なんていうんですか、自分勝手じゃないけど、みんなが心配してくれる中、次の日はもう元気になるので、またそれくらいの自分の方が嬉しい。ちょっと最近なんか筋肉質になったねって言われまして、でも私本当にコンサートとかやるとその期間だけムキムキになるんですよ。どういうことだ。でも終わったら戻るんですよ。多分サトシさんは今